よくぞ起こしてくれた。どうした、俺を見ても怖くないのか。そんなやつは久々に見たぞ。お前が落としたのはこの小さいスモールフィッシュか、それともこのスラープフィッシュか、どっちだ。Run。 この嘘つきが。バケバケ、どうも、ラジくんです。ちょっと喉がやられててすいませんね。はい、皆さん、今日はですね、金の斧銀の斧っていう話知ってますか。昔話なんですけど、森で木を切っていた少年が斧を池にね、ポチャンと落としちゃうの。そしたらそこからね、神様が出てきて、あなたが落としたのはこの金の斧ですか銀の斧ですかと聞いてくるんですよ。そしたらその正直な少年は、いや、僕が落としたのはほんとボロボロの腐った斧ですって言ったら、その神様は、あなたは正直者ですね、この金の斧銀の斧どちらも差し上げますって言って、ハッピーになる物語なの。でもね、この話、嘘つきがその後わざと斧を落として、はい、私が落としたのは金の斧ですって言ったら、神様も怒り狂ってね、この世を破滅させたという話があるんですけども、見てください、このスキン、どっからどう見ても神様ですよね。ということで、今日ですね、金の斧銀の斧を完全再現したいと思います。すいませんね、喉やられてて、本当にこれが限界なんですよ。さあ、この武器のセレクトだよね、レアリティが低いのを取ってったら叱りたいと思います。ちょっと待ちます。来た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 来ました来ました、こっち来るかな、アンチも来てるし、来た、お、ちょっとした、撃たれる撃たれる、いいぞ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 、分かってくれてる分かってくれてる。どうするんだ、微動だにしませんよ。それ取るの、それ取るの、ダメだー、イエーイ、騙された。ちょっとこのままビクロに狙いたいと思います。こんにちはこんにちは、この距離で3発あったらでかい。おお、倒せたし、ラッキー、さようなら。懐かしいスキン使ってるよこの人。どこどこ、出てきて出てきて、怖い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 、あぶれー、怖すぎる。うん、めっちゃ食わちゃったー。ミニポン飲ませない、あ、飲んじゃった。あ、よかった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 、下にもいるんだよな、これ当たらなかった、当たらなかった、やばいやばい、弱みだ、ごめんなさい、閉じ込めちゃった、開いてたし、あぶれあぶれあぶれ、あと一人、神が今行くからな。ここだ、うん、ガメからの編集編集、当たらなかったけど、やばいやばい、オッケー。ちょっともう一回正直者も探しに行きたいと思います。まずはトラップを集める。そこから、神様だからさ、99個くらい持って始まんねえかな。あと一発なんで、あと一発、オッケーオッケー、ショッティくれ、ショッティショッティ、あっぶねー。よし、トラップ持ってるんで、資材だけ集めていきたいと思います。水の上でやったらどうなんだろうっていうのちょっと気になったから行ってみる。あれ、この下にさ、トラップって置ける？あ、置けるんだ。いや、でも やめた方がいいな、やばい、バレてた。怖怖怖怖怖、オッケー、どんだけ素材持ってんねー。おー、危ね危ねすぎる。資材が欲しい、資材があったらできるんだけど、資材があったらできるのに。やっぱりね、トラップ探して資材も集めてってなると結構時間かかっちゃうんで、武器だけでやっていきたいと思います。一回各所どっちですかって聞いてみよう。ここに置こう、横に、横に置こう、こっちとこっちで、その間にこう、これで正直に答えた人にはこれ両方あげますからね。それはもちろん無言で取るっていうならもう問答無用でやっつけたいと思います。来ないかな。お、待って、音がする、来るんじゃねえの、来る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 、これ来るよ、あぶねえ。ちょっと待って、落ち着け、微動だにしません、微動だにしません。踊ってる、イエーイ、ゲットぜと思ってるのかな、代償を払え。お、取ったぞ、飲むの飲むの飲むの。
勝手に飲むんじゃない。次は別の方法を考えました。まずはこうやって分かりやすい感じでね、台を作ります。で、この上にこういったアイテムとかを置きます。そしてその下でこうやって囲って罠を敷いて待ちます。そしてこうやってまあ一発で壊れるようにしていきますと。そしてこの次はこうです。あーなんかあそこにいいものがあるなーって取ろうとするじゃないですか。こうやって来て、あーよし通ろうと思った瞬間に僕がここでね待ち構えてるわけですよ。そしたらポーンと言ったらもうそのまま落ちてきてぐっさーって切る。これが本当のイケポッチャンということでやっていきたいと思います。よし、ここをキャンプ地としてする。まずは準備。ちょっと怖いな、この準備してる間にもう撃たれちゃうかもしれないからちょっと気やってみよう。何にしようかな。デカポと金もあるし、それでいいかな。先に罠置いといて。よし、オッケーオッケーオッケー、準備完了準備完了。あと置くだけ。金と青、これ結構もうみんな来ると思うんだよな普通に。そしてこもる。オッケーオッケー、いいね。もうこれで通った瞬間ジュバンよ。これでちょっと待ちます。来た来た、アショットするアショットする、アショットするよ、来るよ来るよ。あー遅かった、遅かった。返しなさい、そのデカポを返せ。飲んじゃったかな、もしかして。あぶね、あー取材がない。くっそー、ちょっと遅かったな。ど真ん中にしよう、ど真ん中の方がアンチョもあるしね。ど真ん中でいきます。あぶね、あいオッケー、あいオッケー。さあ、怖いよこれ。うー当たった当たった、よし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 、ご利用しもや、へい、罠が欲しい。怖い、うーめっちゃ食らっちゃった、死んだか全然ね。あー怖い、オッケー、いいの当てたぞ。へい、罠持ってないよな。どうしようこれ、罠なしでやるか。すごい、やり合ってるうちに、マルチマルチ、魚置いとこう、玉とかも置いとこう、適当に。よし、これでまた待ちます。罠なくても、まあ、とりあえずこの中に入れて説教。音するよ。さあ、この上に気づく、気づかないか。ちょっとちょっかいかけよう、そしたら。そっか、高いところにあるとやっぱ気づけないよね、逆に。よし、ここをキャンプ地とする。結構残り人数少ないんで目立つと思うんですけど。よしよし、これで来るでしょ。今魚上に置いてあるんで。やばい、来て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 、おい説明させてくれ。さあ、ここ取りに来る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 、取っていいよ。あい、罠置くの忘れてた。もったいねー。そして資材がなくなった。うん、資材がないよー。諦めないぞ、最後まで。オッケー、ルナ踊ってんな。踊る系だ、倒すよ、無慈悲。ないな。オッケーオッケーオッケー、トラップ集まった、トラップ集まった。ここをキャンプ地とする。鉄の方がやっぱ周りから見れないからいいと思うんすよ。オッケー、準備完了、あとは待つだけ。来るかな、もう残り8人しかいないんすよね、少なくなってきちゃった。さあ、次のアンチどうなるんだ。お願い、こっち側こっち側来い。うー対側だ、ダメだ。こうなってくると望みないんすよね。こうね、勘違いしたね、何も落とし物してないように取ろうとしてきた人がいたら、ここ壊してもすぐトラップよ。これでグッサンでもう懲罰懲罰。バレてた。紙なんていないんだな。
おっしゃ、ちょっと最初取れてなかったんですけど、今クロスエンカウンターやってます。お気づきでしょうか、この天使のスキン、そして神様のスキン。そうなんです、天空城を作って、天空城ね、空の高いやつ、あれを作って神様プレイをしたいと思います。ここら辺から伸ばしたいけど、来てるな、うお、速っ怖え、あ、やばい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 、待って、上下左右、あと一発、よし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 、バイバーイ。オッケーオッケー、階段も繋げてね、そろそろね、アンチ帰り、まだいる、嘘って言って、そんなの難しいな、あ、やられちゃったか、ちょっと待って、難しいぞこれ、普段やる動きじゃないこれは。あー怖い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 、おいや、オッケーオッケーオッケー、あと一発くらい、一発くらい、難しい、オッケー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 、ちょっと待って、天使をね見捨てちゃダメだ、これは神様と天使で一つだからね、一緒に連れてきます。よし、天空城スタート。結構アンチ早いんだよなこれ。やっとアンチから出れたらぜ、しかもよ、同じことやってる人がいる、気づいてません、バイバーイ、さようなら、かわいそう、落ちてく落ちてく、オッケーオッケーオッケー。でもこれはね、ダウン取れないんですよ、やっぱジャンプパックじゃない、ジェットパックあるから。うわ、まだ奥の方にもいるな、そろそろ上限な気がする。危なかった、上限が来ましたね、上限結構高いぞ今、奥側にもいるのが見える、ちょっと近づいてみるか、神降臨かっけえぞこれ、怖いだろうな二人とも勝利です、これ勝ちたいっすね、やっぱショックウェーブ持ってるんで、これをうまく使って吹き飛ばしたいな、ジェットパックあるんだよな、でもじわりじわり近づいてきてる、いけるかなこれ、どうだどうだ、イエーイ戻ってこれる戻ってこれる、バイバーイ絶望でしょう、上に残って、お、待って、マジかマジか、届くのそれ、届くの、助ける、絶対助ける絶対助ける、詰めてくるのこれ、詰めてくるの、さよならさよなら、上にいる、まだ、残念すぎる、ちょっと待って、まずは起こそう、まずは起こそう、起こすよ起こすよ起こすよ、はい起こしました、危ない、怖い、怖い、建築できない建築できない建築できないんで、うぅ、当てた当てた、建築できないのがマジで怖い、うぅ、やばくなっちゃった、オッケー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 、いいね、危なかった危なかった危なかった、よし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 、一件落中、そしてエンジェルを救う、残り2対2、限界コードで堂々としています、やだ、すごい遠くから撃ってくるんですけど、これもうちょっとで届くといいんだけどな、当たんないかな、これ壊されちゃう、もしかしてこれやばいかな、どう、まあ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 、カスダメですね、大丈夫そうだ大丈夫そうだ、いやでもずっとやられたらやばいな、え、ミスってダウンしてる、どんまいです、何枚だ、決着の時が来た、残り、あー落ちちゃった、危ねえ危ねえ危ねえ、あ、登ってきてるな、俺も上に行きたいな、オッケー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 、よし、とどめの時間だ、でやっぱ、決めたかったな、一発で、忍者だ、バイバイ、忍者でも神様には勝てねえようだな、まあそれは天使と神様がやったらビクロイ取りに決まってるよね。